フレッシュトマトと、きのこを使ったラザニアを作りたいと思います。玉ねぎを大きめのこうねカット、大きめに分厚めですね。はい、これぐらいですね。エリンギも、マッシュルームの大きさに大体合わせていただいて切ってもらったらいいかと思います。舞茸は持っ手でほぐせばいいです。で、しめじも同じですね。しめじも同じくフライパンに入れます。フライパンにバター、少し塩を事前に振っておきます。胡椒も切っておきます。きのこに塩を今はかけないでください。余分な水分が出ますんでね。きのこをですね、炒める際は動かさず、きっちり表面を焼いていきましょう。こう片面に、ミンチの片面にですね、焼き目がついたら少し振ってですね、ケチャップを少し炒めていただいて、火を通して酸味を飛ばします。はい、ソース状にしますんでね、お水ひたひたになるぐらい。まず一番下にですね、トマト、オリーブオイルを、このミートソースを少し、そして固めのラザニアシートですね。固めに茹でたラザニアシート、全部を重ねていきます。そして今回はモッツァレラチーズですね。シュレッドのモッツァレラチーズ、チーズが多い方がですね美味しいですからね。ベシャメルソースですねを作らなくてもラザニアが食べれますんでね。最後は全体にねこうちょっと散らすような形で、はい、まずこれでオーブンに入れます。いい感じに溶けたところでパン粉をのせて再度焼きます。